はい、お店と人をつなぐメッセンジャーサービス、ポンデポストの森田です。よろしくお願いします。いきなりですが、自分が利用したお店のサービスに不満を感じたとき、皆さんならどうしますでしょうか？最近では口コミとか SNS の投稿するっていうのも主流なんですけど、例えば某グルメサイトの口コミユーザー、全利用者のわずか3%とも言われてて、大半のお客は仮に不満があっても何も言わずにサイレントカスタマーになってます。ポンデポストはこの97%の埋もれた声、ターゲットにして、効率的に声を広げるコンタクトポイントがないという課題の解決をミッションにしてます。そもそも大半の声を埋もれている理由っていうのは、客とお店の連絡手段となるアンケートや問い合わせが設問が多くて自由に答えられなかったり、問い合わせ先を探すのが面倒くさいという心理的負担や、かといって直接言うのも気まずいといったように、コミュニケーションコストが高いことから、多くの人が何も言わずに去るという状況が生まれていて、結果的にそれらの声の吐き口として一部 SNS や口コミのネガティブ投稿にもつながるというリスクも出てます。ポンデポストはこの心理的な壁と手間をなくして、これ言いたいと思った時にポンデポストの LINE に送られた感想を代わりにお店に届けて、お店はダッシュボード分析や返信機能でアフターフォローができるといった手軽、安心をベースに、言いづらい、面倒くさいで埋もれている心の声の流通を目指すサービスとして、97%の埋もれた声をサービス向上のために活用、潜在リピーター客にフォローができる顧客設定の素質の2つを行ってます。実際に97%の声、どんな価値あるのというところで、我々チームはまず某ラーメン店の利用顧客に直接ヒアリングで集めた66の埋もれた声を分析しています。この店の場合、70%が不満の声だったんですが、いくつか抜粋すると、例えば常連さん、昔から言ってるけど最近味が薄くなった、厨房で店員が大きな声で話を絶えずして不快、忙しい時と暇な時の味に結構差があるのが残念、週1利用してるけど麺を持ち上げた時のほぐれが悪いといった声、また応援メッセージは、どこのラーメン店よりも一番美味しい、持ち帰りするぐらい大好物、ラストオーダーまであと少ししかない時間、丁寧に接客してくれたのが大変嬉しかったという、お店にとっては営業の活力になる声も出ています。そしてこの不満の46個のうち、味薄い声といった、いわゆる個人の価値観に依存するものではなく、例えば麺がほぐれてない、味噌だれが固まってる、店員の接客が高圧的、鼻を出したマスクで接客、ずっと喋ってて不快、店員同士話しすぎ、注文ミスといった、オペレーション改善ですぐ対応できる声っていうのが約4割存在していて、今まで意図していないところに不満を持たれて離脱してたお客の引き止め効果や、常連の声に対して直接フォローを行うことでリピート売上維持につなげるといった価値ある情報が埋もれているということが分かります。ポンデポストは LINE でこういった声を集めて、このリアルな声を性別、年齢、利用頻度別に情報が取れるので、例えば常連限定で新商品開発の投票アンケートを取ったり、閉店間際の割引セールの一斉通知を送ったりの情報発信で売上増加につながる施策も可能です。ユースケースとして、複数店舗展開しているオーナーや、お客との接点が少ないテイクアウト、キッチンカーのスモールビジネス事業者、初期ターゲットに、直近は中華のテイクアウト専門店でテスト導入をしています。実際に多くの利用客から具体的な喜びの声、ポストされてて、その声を起点にコアファン可視化をして、またお店からも返事をすることで、顧客体験の向上につながって、強いコアリピーター獲得できつつあるという状況で、これからさらなる UI/UX の磨き込みを行っています。ビジネスモデルです。ポンデポストはお店とお客の間に入ることで、円滑に大切な声をお店に届けるという価値提供で、マネタイズは店舗パートナーから課金するモデルです。このサービス位置づけとしては、退店後のお客と双方向にコミュニケーションが取れるツールとして、コストのかかるミステリーショッパーと収集効率が悪いアンケートの代替サービスを目指しています。今後は、お店に良質なフィードバックしてくれるアンバサダー一定確保して質を担保すること、ポストされた声の蓄積を活用して、みんなの声という新たなお店選びの評価マーケットの創造を目指します。展開戦略ですが、今は地域密着型の飲食店のテイクアウトでユースケースの拡大取り組んでいて、周辺店舗の面展開や他業種のユースケース横展開を見据えて検証を行っています。チームメンバーです。
ためらいという心理的ハードルでコミュニケーションから阻害されて、社会が非効率になっているシーンをデジタルとアイデアで解決するというミッションに共感したメンバー3人で取り組んでいます。最後に骨ポスト、まだまだこれからサービスローンチに向けて磨き込みを行っていく段階なので、お客の声が拾いたいのに忙しくて拾えない、アフターフォローで顧客体験価値上げたいといったお困りごとを抱えている方がいれば、ぜひカジュアルで構いませんので、業態問わずお話しさせてください。よろしくお願いします。以上です。こんにちは。株式会社ハーカランの片田です。私たちは忙しいご家庭に対して、そのご家庭に合った最適なベビー用品15点をまとめてお届けする一括調達サービスを運営しています。さて、突然ですが、今あなたが妊娠したとして、ベビー用品を準備する時間はありますか？妊娠が発覚してからおよそ8ヶ月、これらの猶予は十分だと思いますか？この期間、ずっとベビー用品のことだけ考えているのであれば、時間があるかもしれません。しかし、私もそうでしたが、妊娠中、日々体調や体の重さは変わっていく中で、責任ある仕事をして、家事をして、残った時間で休むわけではなく、ベビー用品や今後のライフプランについて考え、悩む時間になります。こちらのデータにもある通り、日本では女性も働く家庭は増えているにもかかわらず、妊娠・子育ての負担は女性の方が多くなっています。海外と比べても家事・育児の時間は圧倒的に多いことが分かります。すでにネットや雑誌、店舗に行けばベビー用品の情報というのはたくさんあります。ではなぜベビー用品準備がこんなに厄介なのでしょうか。実際の母からユーザーの声です。生まれてくるベビーにいいものと仕事の合間を縫ってマタニティイベントや店舗にも行きいろいろ調べたのですが、結局何がいいか分からないまま判断できず悩んでいたらベビーカーしか決まらないまま臨月になってしまいました。情報が多すぎて最後は夫婦で疲弊してしまいました。そんなご家庭の悩みを解決するのが母からです。母からでは0ヶ月から24ヶ月までのベビー用品をご家庭ごとに居住環境や育児サポート環境をヒアリングした上で、あると絶対に役に立つ最適な15品を提案し、お子様の成長フェーズに合わせて複数回ご提供します。プランとしては、新品のプランと新品でもなくてもいいという方向けのプランがあります。母からを使うことで、時間のゆとり、心のゆとり、そして産前産後の不安な気持ちに寄り添う、そして払拭することができます。ビジネスモデルとしてはこのようになっています。出産を控えるご家庭にベビー用品を販売し、時期が過ぎたら買い取りをします。また、子育て家庭から使わなくなったベビー用品を買い取り、ベビー用品を思い出とともに次のご家庭につなぐ役割をしています。こちらが母からの特徴です。既に説明にもあった通り、母からが提案し、まとめてお届けするので、手間いらずです。また、使わなくなったものがずっと家に残るというものことがなく、ありません。母からで買い取りします。そして、全部新品で買わなきゃいけないのかな、もったいないな、その綺麗なお下がりがございますので、お下がりをご提供できます。最後、下の2つは、現在量販店さんやレンタルショップでは行ってないんですけれども、母からでは、母からユーザー同士が緩くつながるコミュニティというものがあり、育児の相談や不安を解消できる場になっています。また、助産師による相談サポートというのがサービスに入っているため、不安な気持ちだったり、マイナートラブルについて、ネットで調べることなく、LINE で気軽に助産師に相談することができます。ベビー用品調達の中でのポジショニングになっています。現在、ベビー用品というのは、新品で調達する、お下がりを調達する、購入する、レンタルする、これらをベビー用品一品一品に関して比較検討しなければならず、手間、ストレスになっています。なので、母からはまとめてお届けすることで、探さない、調べない、そして捨てないという新しいベビー用品調達の価値観の醸造をいたします。こちらが利用者の声です。最初は一品一品探していたお客様も、
母からを利用することで楽になった、分かりやすかったというように満足していただいている声をいただいています。ベビー用品関連市場としては少子化傾向ではあるものの、まだまだ市場として魅力的なサイズがあります。母からとしてもベビー用品一括調達事業単体としても来年以降ユーザーをどんどん伸ばしていけるという計画があります。こちらは事業としてのロードマップになります。こちらが現在行っているベビー用品一括調達代行です。ただベビー用品準備というのはまだまだ育児に関わるタスクの一部にしか過ぎません。今後は成長過程に合わせて子育て過程をトータルサポートしていきたいと考えています。最後に母からのビジョンです。母からは自分が当事者として経験した時の、なんで女性ばかりこんな大変なんだという衝撃があり、またこのストレスを他の働く女性や今1歳の娘が仕方ない、みんなやっているで我慢しないでほしいという思いのもと創業しました。これから働く女性がさらに増えていく中で、本当の意味で女性が平等に能力を発揮していける社会になっていきたいと思い、していきたいと思っています。そのために女性だから、母だからで無意識に課されているタスクを母からが代行することで減らしていきたいと考えています。こちらが採択されているプログラムになります。最後にメンバーの紹介です。一番左が創業者である私、片田です。他のメンバーは兼業からのスタートになっているんですけれども、弊社のミッションに強く強く共感した優秀なメンバーが集まってくれています。育児の常識を変えていきたいと思ってます。以上になります。ご清聴ありがとうございました。ゼロワンブースターのピーチファイブをご覧の皆さん、こんにちは。株式会社ファンキージャンプの青木と申します。我々はですね、ワークスペースのコミュニティ形成支援ツールタイシーを開発運営しております。今日の配信は皆さんどちらでご覧になっていらっしゃいますでしょうか。あなたの働く場所、本当にそこで大丈夫ですか。1日の3分の1を過ごす職場という場の進化が今問われています。我々はですね、職場をもっと楽しく、もっとクリエイティブ、イノベーティブな場を実現するために、コミュニティマネージャーをサポートしております。それではピッチに入っていきたいと思います。我々がですね、開発しているのは大使ということで、聖徳太子から名前を取っております。もともとですね、私が大学生の時に仙台におりまして、東日本大震災を経験したんですけれども、人はすごく冷たくなる時もあれば、暖かい時もあるなということでですね、そこからコミュニティ、人のつながりに興味を持って、研究もしておりました。で、その中でですね、すごい身も蓋もないんですけども、利害関係があるっていうのも結構大事だよねと。で、そうなってると、資源をやり取りするコミュニティというものが作られていきますと。で、じゃあ人と人とつなぐ機能として何が最良なのかというところでいくと、いろいろ AI の条件マッチングとかあったりすると思うんですが、私のイメージにあったのは、私の曾祖母、ひいおばあちゃんですね。散々仲人をしておりました人で、そんなねですね、仲人的な機能があるといいコミュニティが作れる、面白いマッチングが生まれるんじゃないかと考えておりました。その中でですね、現代で仲人的なことをしていて、かつ経済合理性に乗っかっているっていう中で、ワークスペースのコミュニティマネージャーに出会いました。ワークスペースのコミュニティマネージャー、この人たちは何をしている人かというとですね、大きく2つに分かれております。ワークスペースの運営、スペースの利用者同士をマッチングしたりとか、運営改善、またスタッフのマネジメントをしたり、外部のプロジェクト、共同プロジェクトを営業実施していったりとか、スペースの見込み客に対する集客をしています。この人たちがですね、コミュニティが成長していくと、どんどん外側の仕事の方が大きくなっていきます。一緒に登壇してくださいとか、うちのワークスペースを見てくれませんかとか、そうするとそもそものパワーの源泉であった現場に出ることができなくなってしまって、コミュニティが崩壊してしまうこともありますよと。
課題原因解決策を整理しますと、コミュニティマネージャーの外部のタスクが増加することで、運営の輪から外れてしまい、コミュニティの全体像を見る人間がいなくなるので、コミュニティ運営に支障が生じますと。で、原因としては、マネージャーがワークスペースにいる時間が減ってしまって、得られる情報が少なくなるということです。で、解決策としては、ワークスペースで働く全員が持つ、それぞれ持つ情報、スタッフの方ですね、を集めて整理し活用するという仕組みを導入することで解決しようとしています。それが大使でございます。必要な情報を集めるというところでいきますと、現場のスタッフ、お掃除をしたり、受付をしたりするスタッフがいると思うんですが、彼ら、彼女らは、ビジネスマッチングは得意じゃないかもしれないけれども、日々のコミュニケーション量、接点量、利用者との接点量については彼ら彼女らの方が非常に多いです。彼ら彼女らからですね、情報を吸い上げていって、マネージャーの元に届きます。そうするとですね、施設運営の改善点集まったりとか、フォローをしなきゃいけない会員さん、また、この人、こんな人にマッチングさせようみたいな、そういうビジネスの感度がある人のとこまで情報をエスカレーションさせるというのがポイントです。でですね、大使が求められる理由としまして、ちょうど私、先月1ヶ月間ほどですね、アメリカに行って、ワークスペースの将来像を見に行ってきたわけですけども、基本的にコミュニティっていうのは、どこのワークスペース、オフィスであっても求められていることだというふうに観察してまいりました。イノベーションを起こしていくとか、クリエイティビティを刺激するというよりは、1日の3分の1を過ごす職場っていうところがつまんないとこであっていいわけないよね、という、すごく基本的な、考え方から入っておりました。それ本当そうだなと思っておりまして、今後もコミュニティ、重要視されていくんじゃないかと考えております。現在は、国内5拠点で、導入させていただいております。我々はですね、実証実験先のご協力や、スペースの運営相談などお待ちしております。こちらも QR、私のメールアドレスですので、いつでもご連絡ください。ご視聴いただきありがとうございました。今ご紹介いただきましたマヤフリーの渡辺と申します。よろしくお願いします。簡単な自己紹介の方をさせていただきますと、私はですね、イタリア生まれでイタリア育ちという、バックグラウンドがあるんですけども、現在はマヤフリーという、IT のイタリアのスタートアップで日本の事業全般の方を担当させていただいております。で、本日はですね、マヤフリーというスタートアップに関してご説明の方をさせていただき、イタリアでこういったスタートアップがあるんだって知ってもらうのと、ちょっと応援してみたいなって思っていただけると幸いです。こちらマヤフリーの概要になるんですけども、新しいことに挑戦して、事業を伸ばす、イノベーション&ビジネスといったビジョンを持って2015年にできたアドテック系の会社になっております。じゃあメンバーが15人規模ながらでも、M&A だったり、イタリアで成長している企業の中でも選ばれて、賞をもらったりして、小さいながら背伸びをさせていただいている、そんな企業になっております。そもそもマヤフレイっていう企業が、どうやって生まれたかっていう、そういった説明になるんですけども、皆さん、ストアでダウンロードできるアプリの数ってどんくらいか知っていますでしょうか。じゃあ実は500万ほど、アプリが存在しております。その中でもやはりユーザーが適切なアプリを見つけられないといった問題、もっといいアプリがあるはずなのに、自分のスマホのポテンシャルを生かしきれてない、そういったニーズに対して、デベロッパー側はせっかく作ったアプリなのに全然知ってもらえない、こういった2つの課題がございました。そこでマヤフリーが、開発したソリューションになるんですけども、パフォーマンス型の広告配信プラットフォームというものを、提案させていただきました。パフォーマンス型ということで、成果保証型になるんですけども、Facebook や Google などといった大手の、ビッグプラットフォーマーですね、それに比べて、実際にアプリをインストールして、使っていただいたそういう価値のあるユーザーのみに対して広告費が
発生するといった形になっております。まあ、ですので、まあ、その広告にクリックだったり、まあ、表示して広告費が発生するものに比べて、まあ、ノウハウがない人でも、まあ、低リスクで気軽に広告が配信が可能っていう仕組みになっております。まあ、こちらもちろんその様々な技術は搭載されているんですけども、ちょっと本日はお時間の都合上ちょっと割愛の方させていただきます。こちらはまあ全体の概要の話をさせていただいたのですが、こちら事業内容の方ですね。まあ、海外と日本でのまあ広告の運用のノウハウを生かしたプロモーションが可能っていうところで、インターネット広告の事業っていう部分と、まあ、自社のメディアですね。ニュースメディアや有料アプリなどで、一定期間無料でダウンロードできるマイアフリーという、まあ、別のメディアっていうメディア事業をさせていただいており、まあ、自社でエンジニアを置いてプロダクトの開発だったり、まあ、新技術の開発をさせていただいている、まあ、テクノロジー事業で、ちょっと今回深掘りさせていただきたいと思っているのがこのゲームパブリッシング事業ですね。そもそもゲームパブリッシング事業っていうのは何かっていう話になるんですけども、こちらインディーゲームのデベロッパーに対してアプリの企画、マーケティング、まあ、リリースまでこちら全体のプロモーションサポートさせていただいているといった事業になっております。こちらそもそも、なぜインディーゲームのデベロッパーさんをターゲットにしたかっていう話になるんですけども、まあ、インディーゲームっていうのはですね、まあ、少人数で、まあ、低予算で開発された、まあ、そういった、まあ、傾向的には、まあ、カジュアルだったりハイパーカジュアルのゲームになっております。まあ、有名なゲームだとこのアモンガスというのがあるんですけども、まあ、このゲームはですね、まあ、実は3人だけで開発されたゲームで、まあ、コストも、数十万から100万円ほどと想定されております。こちら実際にリリースされたのが2018年なんですけども、まあ、ブームが実際に来たのが2020年と、まあ、その間はほとんど誰にも知られてないような、まあ、そういったのが、まあ、結構インディーゲームっていうジャンルに、なっております。まあ、ここで見えてくる課題なんですけども、ですね、まだそのインディーゲーム系のデベロッパーさんってあまり大きくないため、まあ、リソースだったり、まあ、長期的なマーケティングの戦略が欠如していることが見えてきたんですね。まあ、そのためやっぱり日の目を浴びずに、まあ、スタッていくゲームが多いと。まあ、そこで、マイアフリーが提供するものとして、まあジャムというものがございます。こちらジャムとはという、ことなんですけども、まあ、実際提示されたルールに沿って、まあ、実際にゲームを開発して一番いいものが優勝するといった、まあ、大会みたいなイベント形式の、トーナメント形式のイベントになっております。でこちらなぜじゃあマイアフリーのジャムが人気なのかって、言うとその、まあ、人気度ジャムの人気度っていうのはその参加率から、提出っていう割合を算出して測るんですけど、まあ、通常だと約やっぱり 10% 以下、その点マイアフリーは 60% と結構高い水準のものになっております。そこでやっぱり認知度や露出が増えるというメリットがございますので、まあ、マイアフリーで連携しているインフルエンサーさんにライブ配信だったりオンラインマガジンネットワークを活かしてそこで記事の、取り上げていただいたりとか、まあ、そこに加えてまたマイアフリーのメディアに掲載ができたりします。でこちらマイアフリーは、まあ、実際に、まあ、実績としてそのイタリアのゲーム開発スクールなどと協力してですね、将来のエンジニアを育てられるイベントとしてやはり人気があるため、まあ、こういったイベントを、スクールと協力して実施もしています。まあ、以上が簡単な、事業の説明になります。次にですね、こちら業績に関してなんですけども、まあ、順調に成長と、まあ、特にメインのシェアはヨーロッパ、アメリカになるんですけども、まあ、日本でも順調に伸びております。でこちら今後の事業に関してなんですけども、まあ、日本でも今後大規模なジャムが開催できる、まあ、そういった環境を、まあ、とりあえず作るといったところから始めていき、まあ、海外からのフィンテックの投資が伸びている中南米や、まあ、ゲームやエンタメの市場が成長している韓国への、まあ、事業開拓、
そういった点に加えて、まあ、やっぱりその環境に優しい広告の、フォーマットを今後はどんどん浸透していこうかなっていうところで、エコ型の広告プラットフォームですね、まあ、こちらどういった内容になっているかというと、まあ、アプリをインストールしたりだとか、まあ、動画広告ですね、まあ、こちらを見て、まあ、その対価に対して、まあ、実際に木を植えられるといった、まあ、環境に優しいものになっています。でこちら最後にですね、マイアフリーでは、アウテック環境でさまざまな取り組みをして、挑戦してみたい、まあ、そういった人材や、まあ、イノベーティブで、グローバルに自分のビジネスを成長させたい、まあ、そういったパートナーを探しております。以上、こちらマイアフリーのご説明になります。ありがとうございます。Hello everyone, this is Daniele Lucena and I am the CEO of Arca Dynamics, an Italian new space company providing Earth observation data for maritime application. Our goal is to support environmental sustainability by monitoring Earth from space. With this purpose,We provide radio frequency sources mapping for maritime traffic management services. Usually vessels are tracked by using active beacons like AIS, VMS or GPS, but they also can be tracked using imagery from air, space and sea using optical payloads, optical cameras, and radars.When vessels cannot be tracked, they're called dark vessels. They can do illegal fishing, drug trafficking, piracy, smuggling, any other illegal activities. And they cost the global economy up to $30 billion a year. And furthermore, these dark vessels are also responsible for more than 6,000 illegal acts of pollution committed at sea every year, including all discharges,illegal shipwrecking, and sulfur emission from vessels. Dark vessels are hard to detect because they turn off active beacons, so they cannot be monitored or tracked. So airborne and space-based imagery are constrained by weather, light conditions, and they're not always available. While radars are expensive to build and operate, they need a lot of power,They have low latency and limited revisit time. Arca Dynamics developed a miniaturized sensors for radio frequency sources detection that can be installed on board our own nanosatellites. That means it can detect sources in the radio spectrum. This new kind of data acquired from spaceAllow us to map radio frequency sources using an AI-based processing that can detect any radio frequency source, such as telecommunication devices, push-to-talk mobile phones, or other devices like IoT or radars. This sensor can be used in any weather or light condition, so it can basically provide data all the time, and at leastwith a daily revisit time. This new kind of data are complementary data for the detection of dark and non-cooperative vessels in any weather at all time and at least once per day. Thanks to our innovative and cost-efficient technology, we are able to provide daily coverage over Japan with just one satellite.Arca Dynamics is collaborating with Italian Customs, Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, for the enhancement of the gate automation process by detecting and geolocalizing vessels in a target area using
our proprietary space data and building radio frequency maps. Thanks to its innovative technology and expertise, Arca Dynamics is the first new space company signing an agreement with the Italian Air Force as well as the National Research Council of Italy, the largest public research entity. We are also proud to be selected by the Ministry of Foreign Affairs and the Italian Trade Agency for the Global Startup Program. Arca Dynamics is participating in the European Space Agency Business Incubation Center in Rome. And among our partners and customers are both large industry like Thales Alenia Space Italy, as well as public entities like the Italian Space Agency and the European Space Agency. Arca Dynamics is a proud member of IPAS, the Italian Association of Space Enterprises. If you want to know more about Arca Dynamics, please visit our website arcadynamics.space. Arigato gozaimashita.